エルトゥールル号遭難事件。エルトゥールル号遭難事件とは、1890年、明治23年9月16日夜半、オスマン帝国。その一部は、現在のトルコの軍艦エルトゥールルが、現在の和歌山県東室郡串本町沖にある、紀伊大島の菓子の先東方海上で遭難し500名以上の犠牲者を出した事件。現在、 和歌山県串本町とトルコのヤカ県と町、メルスイン市は、姉妹都市である。歌詞の先東大そばには、エルトゥールル号柔軟少子慰霊碑及び、トルコ記念館が建っており、町と在日本トルコ大使館の共催による慰霊祭が五年ごとに行われている。木造フリゲート、エルトゥールル、八百六十四年建造、全長七十六メートルは、八百八十七年に、 行われた小松宮夫妻のイスタンブル訪問に応えることを目的にオスマン帝国海軍の公開訓練を兼ねて日本へ派遣されることとなった。1889年7月14日、イスタンブルを出港。数々の困難に遭いながらも、航海の途上に立ち寄ったイスラム諸国で歓迎を受けつつ、11ヶ月をかけて、翌1890年6月7日に、ようやく、 日本に到着した。横浜港に入港したエルトゥールルの司令官、オスマンパシャを特使とする一行は6月13日に、アブデュルハミト2世からの皇帝新書を明治天皇に法帝し、オスマン帝国最初の親善法日施設団として歓迎を受けた。エルトゥールルは、官令26年の老朽館な上に、補給品の不足、乗員の経験不足などもあって、 そもそも極東行きの公開自体も海軍内部に反対意見は強く日本にたどり着いたこと自体が大変な幸運だと見られていた。そして出港以来蓄積し続けた艦の消耗や乗員の消耗、資金不足に伴う物資不足が限界に達していた。また多くの乗員がこれらに見舞われたため9月15日になってようやく横浜出港の目処をつけた。 そのような状況から、遠洋航海に耐えないエルトゥールルの消耗ぶりを見た、日本側が台風の時期やり過ごすように勧告するも、オスマン帝国側は、その静止を振り切って帰路についた。このように無理を押して、エルトゥールルが派遣された裏には、インド、東南アジアのムスリム、イスラム教徒にイスラム教の名手、オスマン帝国の国力を誇示したい皇帝。 アブデュルハミト二世医師が働いており、出港を強行したのも、日本に泊まり続けることで、オスマン帝国海軍の弱体化をルフされることを危惧したためと言われている。遭難事件はその基とに起こった。9月16日21時頃に、折からの台風による強風に煽られ、黄洋島の柏崎に連なる岩礁に激突、座礁したエルトゥールルは、機関部に浸水して、 水蒸気爆発を起こし22時半頃に沈没した。これにより、司令官をはじめとする600名以上が海へ投げ出された。下詞の先灯台下に流れ着いた生存者のうち百1 0名が数十メートルの断崖を這い登って灯台にたどり着いた。灯台主は応急手当てを行ったが、お互いの言葉が通じず、国際信号機を使用して遭難したのが、 オスマン帝国海軍軍艦であることを知った。通報を受けた、大島村、現在の串本町、カシノの住民たちは、総出で救助と生存者の解放に当たった。この時、台風により失業できず、食料の蓄えも、わずかだったにもかかわらず、住民は、浴衣などの衣類、卵や、サツマイモ、それに非常用の鶏すら供出するなど、生存者たちの救護に努めた。 この結果、カシノの寺、学校、東大に収容された69名が救出され、生還することができた。その一方で残る587名は死亡、または行方不明となり、第三次となった。遭難の翌朝、事件はカシノの区長から大島村長の沖州に伝えられた。その後付近を航行中だった船に大島港へ寄港してもらい、 生存者2名が連絡のため神戸港に向かった。神戸港に停泊中だったドイツ海軍の砲艦、ウォルフが大島に急行し、生存者は神戸に搬送、病院に収容された。沖村町は県を通じて日本政府に通報した。知らせを聞いた、明治天皇は政府に対し可能な限りの援助を行うよう指示した。各新聞は衝撃的なニュースとして伝え、義援金。 懲役金も寄せられた。日本海軍のコルベット艦、比叡と金剛が、遭難事故の20日後の10月5日に、東京の品川湾から出港、神戸港で生存乗員を分譲させ、翌年の1891年1月2日に、オスマン帝国の首都、イスタンドに送り届けた。なお二隻には、秋山正幸ら海兵17期生が、超異候補生として乗り組んだ。 現在に至るまで、串本町では5年に一度、追悼式典が行われており、2008年、平成20年6月7日、訪日していたアブドゥラ・ーギュル大統領は、同国の大統領として初めてこの地を訪れ、遭難慰霊碑前で行われた、追悼式典に出席し、喧嘩を行った。エルトゥールルの残骸は、2007年、平成19年から、 トルコを中心とする数カ国からなる水中考古学の調査団が調査を進めている。2008年平成20年1月から2月にはアメリカ合衆国海洋考古学研究所のトルコ人スタッフらが発掘調査を行い遺骨や弾丸など1000点以上の遺品を引き上げた。怒りは未だに見つかっておらず2010年平成22年1月8日に沈没地点近くの 海底にて探索作業が行われている。エルトゥールルの遭難はオスマン帝国内に大きな衝撃を呼んだが、アブデュルハミト2世の下では人災としての側面は覆い隠され、天災による柔難と位置づけられ、新聞で大きく報道されるとともに遺族への弔意金が集められた。またこの時新聞を通じて大島村民による救助活動や、 日本政府の尽力が伝えられ、当時オスマン帝国の人々は、遠い国である日本と日本人に対して、好印象を抱いたと言われている。佐藤総編流の後取り、山田虎二郎もこの事件に衝撃を受けた、日本人の一人であった。彼は、日本国内で民間から、エルトゥールル号事件の犠牲者の遺族に対する、義援金を集めるキャンペーンをい、事件の翌々年に集まった。 義援金を携えて自らオスマン帝国の首都イスタンブールに渡った。山田が民間人ながら、義援金を持ってやってきたことが知られるや、彼は熱烈な歓迎を受け、皇帝アブデュルハミと二世に配列する機会にすら恵まれた。この時、皇帝の要請でトルコに泊まることを決意した山田は、イスタンブールに貿易商店を開き、士官学校で焦燥の士官に日本語や日本のことを、 教え、政府の高官のイスタンブール訪問を手引きするなど、ヒド国交が樹立されない中で官民の交流に尽力した。彼が士官学校で教弁を取った際、その教えを受けた生徒の中には、後にトルコ共和国の初代大統領となったムスタファケマルもいたとされる。山田がイスタンブール滞在中に起こった日露戦争が日本の勝利に返すと長らく、 ロシア帝国から圧力を受け続け、同様にロシアの南下圧力にさらされる日本に対して、親近感を高めていたオスマン帝国の人々は、東の小国日本の快挙として、これに熱狂した。日本海海戦時の連合艦隊司令長官であった、東郷平八郎帝国にちなんで、東郷という名を子供につけることが流行したという。 日本とオスマン帝国の外交当局による国交交渉は何度も行われたが、日本側が欧米列強と同等の待遇の条約を望み、違い方形を認めるよう要求したのに対し、オスマン帝国は不平等条約の拡大を嫌い、両者の交渉が暗礁に乗り上げたため、オスマン帝国の滅亡まで正式な国交が結ばれることはなかった。1914年、 大正3年、第一次世界大戦が勃発すると、ドイツ帝国ら同盟国側に引き入れられつつあった、オスマン帝国の対外情勢は緊迫し、山田はイスタンブールの店を閉鎖して、日本へと帰国した。この戦争で、イギリスら連合国の側についた日本は、オスマン帝国とは敵同士となり、戦後のオスマン帝国の解体と、 トルコ共和国の成立という目まぐるしい情勢の変化を経て、1924年、対正13年発行のローザンヌ条約締結、1925年、対正14年の大使館開設により、日本政府とトルコ共和国政府は、正式に国交を結んだ。エルトゥールル号遭難事件は、非度友好関係の起点として記憶されることになった。 トルコ人が公的な場で筆地友好の歴史について語るとき、エルトゥールル号遭難事件が持ち出されることがあ。日本においては、遭難現場近くの串本町以外ではあまり記憶されておらず、公的な場で語られることも稀であった。近年は稀に教科書や副読本で取り上げられることもある。2012年2月から3月にかけて、日本の外務省が トルコの民間会社に委託して行った調査によると、トルコでエルトゥールルの遭難事件を知っていると回答したのは二十九九点パーセントだった。同じ調査で近年の日本の経済協力案件である第二ボスポラス大橋は四四十点九パーセント、マルマライ計画は五五十二点パーセントだった。事件から百二十五年となった二千十五年、トルコ海軍の軍艦が 下関、串本、東京の参考を訪れ、串本町で行われた追悼式典に参加した。1985年のイラン・イラク戦争で、イラクのサダム・フセインは、イラン上空の航空機に対する期限を定めた無差別攻撃宣言を行った。各国は期限までに、イラン在住の国民を、ベヘラーバード国際空港から軍用機や旅客機で救出したものの、 日本国政府は自衛隊の海外派遣不可の原則のために航空自衛隊機による救援ができなかった。さらに、当時日本で唯一国際線を運航していた日本航空はイランとイラクによる航行安全の保障がされない限り臨時便は出さないとし、在イラン法人はイランから脱出できない状況に陥った。野村豊イラン駐在特命全権大使が トルコのビルレル駐在特命全権大使に求助を訴えたところ、ビルレルは、わかりました。直ちに本国に求め、救援機を派遣させましょう。トルコ人なら誰もがエルトゥールルの遭難の際に受けた恩義を知っています。ご恩返しをさせていただきましょうともと答えた。ビルレルの要請を受けたトルコ航空は、 自国民救援のための旅客機を2機に増やし、オルハンスヨルジュ機長らがフライトを志願。215名の日本人はこれに分乗し、全員トルコのアタチュルク国際空港経由で無事に日本へ帰国できた。この逸話は 2002FIFA ワールドカップでのサッカートルコ代表チームの活躍を機にテレビ番組や雑誌で取り上げられた。2004年にはこれを紹介した。 自動書が小学生高学年向けの読書感想文、クール課題図書になった。2006年、日本政府はイランで救出に当たったトルコ人のパイロットや客室乗務員など13人に勲章を授与し、感謝の気持ちを送った。2007年10月28日、同時期に開催されたエルトゥールル豪会古典に合わせて、東京都三鷹市の中近東文化センターでこの事件に、 関するシンポジウムが、当該トルコ航空機の元機長、元客室乗務員、野村元中イラン日本国特命全権大使、森永元伊藤中正寺イスタンブール支店長、森悟元東京銀行テヘラン駐在員ら、当時の関係者出席の上で開催された。2015年、映画、海南1890の公開を記念して、 ターキッシュエアラインズは日本乗り入れに使用されている同社のエアバス A330 型機に当時のデザインを復元した特別塗装を施した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。